アミラル・ペルスバルは、フランス海軍の通報艦で、同型艦はない。本級の船体形状は当時、フランス海軍が主力艦から軽艦艇に至るまで、主に導入していたタンブルフォーム型船体である。これは、水船部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土級戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水船下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ、原則甲板よりも水船部の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水船下から甲板に上るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる船体形状であった。船体の基本形状は水面下に昇格を持つ平ら甲板型船体に3本のマストを持ち、1番2番マストの間に1本煙突を持っていた。艦首から1番マスト、船橋を持つ箱型の操舵艦橋の背後、1本煙突に2番マストと3番マストの順である。甲板上に、主砲の 16cm 単装砲1機、14cm 単装砲2機を配置した。水面下は腐食防止のために、鉄板の上にチーク材を貼り、その上から銅板を貼った。ありがとうございます。